ワンポストオフィススクエア、ウォータービル市中心街の多目的施設、ウォータービル市中心街。2014年ウォータービルは、アメリカ合衆国メイン州南西部のケネベック郡、ケネベック川の西岸に位置する市である。2010年の国勢調査では、人口15,722人だった。市内には、コルビー大学とトマスカレッジがある。現在ウォータービルとなった地域には、 かつて安倍ナきインディアンに属するカニバス族が住んでいた。タコネット州庁にちなんで、タコネットと呼ばれた主要な村がケネベック川の東岸、セバスティック川との合流点にある、現在のウィンスローにあった。イギリス人開拓者からは、タイコニックと呼ばれた、この村は、ウィリアム王戦争の1692年に焼かれ、その後カニバス族はこの地域を捨てた。1754年、 ジョン・ウィンスロー将軍がハリファックストリデを建設し、インディアンとの最後の戦闘は1757年5月18日に起こった。町はキングフィールドプランテーションとして組織され、1771年にウィンスローとして法人化された。ウォータービルはウィンスローから分離し、1802年6月23日に法人化された。ウィンスローは ケネベック川を挟んで東岸にあり、川の西岸すなわちウォータービルの住人は川を渡って、タウンミーティングに出席できなかった。1824年、ウィンスローに渡す橋が建設された。初期の産業は、漁業、製材業、農業、造船業であり、雪解けの春には、大型の船が浸水された。1900年代初期までに町には5つの造船所があった。 アイコニックだけが上流への船の航行を妨げていたので、ウォータービルは貿易と海運の終点として発展した。ケネベック川とメサロンスキー水流が動力を提供し、製材所数箇所、製粉所一箇所、窓枠とブラインドの工場一箇所、家具工場一箇所、シャベルの持ち手工場一箇所があった。四輪馬車やソリの工場、長靴工場、レンガ工場、川なめ市工場もあった。 1849年9月27日、アンドロスコギドケネベック鉄道がウォータービルまで開通した。これはメインセントラル鉄道の一部となり、1870年にはこの繁栄する町に機関車と客車の修理工場を作った。ウェストウォータービルが1873年に町として分離した。ウォータービルは1888年1月12日に、 市として法人化された。1866年、タイコニック水力製造会社が結成され、間もなくケネベック川を渡すダムを建造した。1873年に所有権が移転した、この会社は、面繊維の工場である、ロックウッド製造会社となるものの建設を始めた。二つ目の工場が追加され、1900年までにこの、会社が川間を支配し、1300人の労働者を、 雇用していた。ロックウッドミルズは1950年代半ばまで残っていた。1901年に鉄製のウォータービルとウィンスローをつなぐ歩道橋が完成したが、1年も経たないうちに1832年以来となる川の高水位のために流されてしまった。1903年に再建された。この橋は有料だったので2000とと呼ばれた。1902年。 ジョージ・ギルマン・アダムズが設計した、ボザール様式の市役所とオペラハウスが完成した。しかし、2002年、アメリカ合衆国内で唯一残っていた、ドレスシャツの工場であるシーイカイ・ハザウェイ・カンパニーが160年の歴史を閉じた。ウォータービルは教育の中心としても発展した。1813年メイン文学と進学学校が設立された。 1821年にウォータービルカレッジと改名され、1867年にはコルビー大学となった。1894年にトマスカレッジが設立された。1820年にラテン学校が設立され、コルビーなどカレッジに進む生徒の予備校となり、その後ウォータービルアカデミー、ウォータービルクラシカル学校、コバーンクラシカル学校と改名され、 1970年にはバサルボロのオークグローブ学校と合併し、1980年代まで運営されていた。最初の公立高校は1877年に建設され、現在あるウォータービルシニア高校は1961年に建設された。ウォータービル市は北緯44度33分07秒整形69度38分45秒。 国44.552051度整形69.645839度、44.552051-69.645839に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は14.05平方マイルであり、この内陸地13.58平方マイル、水域は0.47平方マイルで、 水域率は3.35%である。ケネベック川の傍らにあり、メサロンスキー水流も流れている。ウォータービルの気候は季節によって気温の変化が大きく、暖かいか暑い夏と寒い冬が特徴である。欠片の気候区分では湿潤大陸性気候、略号は DFB となる。メイン州やアメリカ合衆国の多くの町と同様に、ウォータービルは郊外が発展し、 中心街が錆びれる傾向にある。ケネディ記念ドライブ沿いには、新しい事業や、インランドホスピタルによって建設された施設がある。ウォルマート、ザ・ホームデポ及び小さな商店街が、市の北部に、屋外ショッピングセンターの一部として建設されてきた。この成長ゆえに現存し隣接する、エルムプラザ、ショッピングセンターが最近その外観を改装し、以前はあった空室の大半あるいは、 すべてを埋めてきた。対照的に中心街は、市内でチェーン店が成長したために、困難さを味わっている。中心街で長い歴史がある店は、この数十年間に閉店してきており、例えば、リーバインズ、バトラーズ、スターンズ、ダナムズ、アルビナデリアス、ラベルディーレスがあった。かつて、エイムズやゼイヤーの百貨店、さらにブルックスファーマシーを収容していた。 コンコースショッピングセンターには大きな空室があり、テナント探しに苦闘している。またメインストリートの CVS 薬局があったところも空室である。ウォータービルメインストリートのような組織が、コルビー大学の卒業生、ポール・ボゴシアンが昔のハザウェイシャツ工場を小売り、事務所、住宅に転換する承認を勝ち取った。2008年に開業予定のこの施設で、 メインジェネラルヘルスが2007年6月末に最初のテナントになることに合意した。シルバー通りとエルム通り、1910年、1832年に設立されたユニバーサリスト協会が見えるコバーンクラシカル学校、1910年頃、1955年に消失した以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。メイン州全体では人口の10.9%が貧困線以下にある。ケネベック郡になると11.1%であり、州のレベルに近い。ウォータービルは学園都市ということもあり、郊外の人口が増えている地域の中心として貧困率が高い。ウォータービル市役所2014年ウォータービル市は市長。 市政委員会、市マネジャー方式の政府を採用している。市政委員会は7人の委員で構成されている。市政委員会が統治主体であり、市マネジャーが市の管理部門長として日々の管理の責任がある。市長は117年監視の執行部門長として活動してきた。2005年、有権者は新しい市権省を承認し、それまでの強い市長、 市政委員会形態から市政委員会、市マネジャー方式に変更した。ウォータービル氏は民主党の強いメイン州、第二選挙区にある。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、バラク・オバマが総投票数の70%を確保した。有権者登録数市内では、日刊誌、モーニング・センティネルと週刊誌、ザ・コルビーエコーが発行されている。テレビとラジオは、 ポートランドメディア市場に属し、市内にもそれぞれいくつかの放送局がある。北軍兵士の記念日はウタービルカントリークラブ、ゴルフコース。ありがとうございます。